今までの青坊主とこれからの青坊主が今ここでつながってるっていうような、なんかゾクゾクする瞬間がライブ中に何回も何回もあって、ルノが放つ光を一緒にライブ会場で楽しんでほしいなと思いますんで、ぜひ遊び来てください。よろしく。青坊主はこれがやりたいんだ、ずっとこれをやり続けていくんだっていうのをですね、伝えたいんだなっていうのを、ラストの日にどんな音楽が鳴らせるのかものすごく楽しみにしてます。頑張ります。